はい、半間岩先生です。役所にね、お貸ししてる駐車場なんですけれども、私の所有のね、申請としましてはね、ちょうど、私の持ってるのが131坪で、場所はとてもいいところなんですね。で、土地の貸し料っていうのは、131坪で7坪がだいたい1台ぐらいの換算で、1台5000円とね、いうことなんです。10万円ぐらいなんですかね、月ので、その5分の1でね、1000円程度で月ね、貸すというふうに、調整をね、してるんですけれども、私が持ってましてね。で、今年中に、2000万ぐらいするかもしれないけども、今年中にちょっと私の都合もあるから、役所が、ね、また所有してる方が得だからということでね。本当は売んなくてもいいんですけども、売ってもいいよということで、超安く500万でね、ちょっと今年売りさばいちゃっていいんじゃないかというようなことでね。どうせ私は仕事で自家用ジェット機を買ったりするかもしれないんで、自家用ジェット機を買ったりするんで、私の方の稼ぎが大きいということでね。あんまり、そうですね、ガチャガチャしないで、役所の付き合いを良くするためにね、今年中だったら500万ぐらいで提供してあげようというふうに言ってあげてんですよ。でね、7だから、7、20台ぐらい入るわけですね、131坪で。で、20台かける5だから、10万ちょっと落ちるぐらいの、ね、5000でね、月駐車場の、ね、大家としての貸し賃っていう。だけども、5分の1ぐらいでね、ちょっとまとめといてあげようかなということでね、言ってはいるんですけども、調整でね、前もらってる金額の調整もがあってね、で、今年に131坪の、ちょっと一等地ですね。ちょっと場所はいいとこなんだけども、たった500万で、2000万ぐらいのものをね、今年いっぱいやったら売ってあげますよということでね、役所がね、支払いしてるときつい。本当は手放したくないんですね。本当は年金ぐらい受かると入ってくるんで、もう、地価が上がってるんでね。国保ぐらいの年金ぐらい入って、70万ぐらい入ってきちゃうんで、受かするとね、上がってるんで、年にね、また手放したくないんだけども、今年だけはそういうふうにちょっと役所の方に、言ってあげてます。ね。で、今年いっぱいで500万で買わなかったら、もう売りませんよということでね。で、価格的には将来ね、1台3万ぐらいでね、3万ぐらいで、3万5万ぐらいでね、駐車場代金を取りたいと思ってるんですよね。月ね、1台分だから、20台分ですからね、20台かける5万でしょ、100万ですね。年100万、120万なんですね、年ね。5万で貸してたら、1台駐車場ね、月ね。それだったらちょっと高いかなという感じがするね。役所だから5000ぐらいだと、20台で10万ですね。月10万でね。10万で120万ですね。ね。
5000円でしょ。5000円だから20代だからね、10万でしょ月ね。ね、そういうことですね。役所だからまあ5000円ぐらいにして、もう年120万収入入るんで、ね、結構大きいですよね。年220万だったらね、ここ年金のより全然大きいね。ここ年金の 最大70万ですからね。120万だからね、結構大きいです。2倍ぐらいですよ、大きいですとね。だから駐車場自体5000で、将来もっと1万とか2万ぐらいになるんだけどもね、まあ5000でね。でまあただ自重しといて、まあ とりあえずあのね、もうちょっと抑えているんで、そこら辺でね、役所の方で調整して、で、時間ありませんからね、今年いっぱいだからね。もしそういうふうなことでチャンス、役所のチャンスでね、取れたらね、チャンスで取れる、取んないと本当はいけないんだろうけど、役所の方はね。まあただ買ってもらわなくたって別にね、インターネットは私の方が得なんですからね。土地をいくつも持ってて、私の自家用のあの転出コート場持ってるんで、の土地を持ってるんで、それとかこちらにね、あと家庭菜園とかマイホーム用にまたもう一個ね、霞ヶ浦の方にいい土地を持ってましてね、そういうのがあるんで、インターネットは役所に貸してる土地一等地だけど、ちょっと遠いんでね、場所がね。まあ500万でということだけども、まあ本当は売りたくないね。うん、まあそんなことですけども、まあしょうがないですね、売れたらね。役所の方はそんなことで、うちの方の知ってるんで、ちょっとね、役所の方はね、そんなことで、ちょっと記録に取る。